眠い。 いや、ちょっと朝ごはんがっつり食べ過ぎた。おとなしくゆで卵を食べてりゃよかった。調子に乗ってさ、トマトクリームパスタだとか言ってさ、朝飯がっつり食ってさ、眠いよ。今10時46分、今日12時からなんで、オンライン。ここで Vlog が終わってた方がいいんだよね。あと1時間ちょいで。いや、終わんないな、絶対。まだまだこの人ありますよ。どうする？この今、はかどんないよね、こんなんだと。寝よう、15分。仮眠。お疲れ様です。今日は5月31日です。はい、もう5月も終わりですね。やばくない？もう5月終わりだよ、2021年。すごいんですけど。で、現在、9時16分、違う、9時10分でございます。でね、今明日の Vlog のね、編集やっております。今日はね、結構早めに起きれたんで順調に進んでおります。今日はちょうど12時から、レッスンスタートだったかな。オンラインで始まりまして、その後、生徒さんが来るかな。あ、今日一応あれね、月曜日だから定休日でございます。はい、言ってるだけだけどね、定休日って。別に、定休日だから、なんか、何も入れないぞっていう強い覚悟とかないです。はい、入れば普通にやりますんで。はい。腹減ったな。ちょっと早いけどご飯食べようかな。まだ10時前なんだよね。スープがあるんですよ。トマトスープパスタ、トマトクリームスープパスタってことは、ちょっと待って、こんなにいっぱいなくても大丈夫だよ。一杯分確保して、これに入れる。で、こっちが茹でるやつ。じゃあ今日は後で掃除もしないとね、月曜日だからね。でも実際ね、月曜日以外にもちゃんと掃除はね、ちょくちょくやってはいて、昨夜とかもね、お風呂掃除もやったし、トイレ掃除も割と頻繁にやってるんで、掃除機かけてトイレ掃除ぐらいで済むと思います。ちょっと水分足そう。で、薄くなった分は鶏ガラスープで、この時点でトマトクリームは入れちゃって大丈夫です。トマトクリームじゃねえよ、クリームチーズ、マスカルポーネ。跳ねるよ。お気に入りのソーセージも入れましょう。ほら、クスクスの時はさ、すごい細かくしてんだけど、まあスープパスタだし、もうドンって入れちゃおうか。包丁を使いたくないだけ。胡椒ですね。この胡椒ももうないな。ストックあったっけかな。ないんで、買い物リストですね。あ、うめえ。めっちゃうまい。なぜか
ちょっと魚介風ななんか感じもある。入ってないのに。あ、そっか、和風だし。一応トマトスープには、違うトマトソースには入れてるから、そこから来てんのかな。めっちゃうまいぞ。ちょっと朝からがっつりだね。まあいいけど、お腹空いたから。いきます。 OK。 これね、3分で茹で上がるやつだから、なんか切り込みみたいなの入ってる、芯のとこに。早いんだよ。でね、なんか食感が好きで、これ。でも実際3分じゃ茹で上がんないかな。もうちょいやってると思う。うん、ちょい固めんだね。もうあと30秒ぐらいやりましょうか。よし、なんとなくこの辺でいってみよう。熱が通ります。さあ、ザッ。はい、危ないよ、跳ねるよ。トマト、クリーム、スープ、パスタです。絶対うまい。できた。じゃあスープいただきますよ。うん、めっちゃうまい。いいね。で、タバスコをさ、少しやりましょうか。もう具沢山だからね、このそもそもトマトスープの時点で。久しぶりだな、パスタ。いただきます。うまい。もうちょいあれかな、塩コショウした方がいいかな。まあちょっと調整しながらやってみます。眠い。髪。はい、起きました。ちょっとコーヒー、ノンカフェインのやつ。結構ね、このノンカフェインのコーヒー、これ無印のやつなんだけど、これもね、慣れた。最初さ、ん？ってこう、これはコーヒーじゃない、違う、なんて言ったけど、でもね、これはこれでね、美味しくてね、慣れましたよ。で、もうね、ないんすよね。買いに行こうか。これ、Amazon で買ったんですけど、池袋の無印だったら売ってんじゃない。何店舗かあったよね、あの純駆動の方と東武とか、あの辺の上。ウォーキングだったら今日行くか。これレッスン終わったら。はい、ではここから午後のレッスンやっていきたいと思います。まずはオンラインレッスンです。こんにちは、よろしくお願いします。はい、ノンカフェインのやつです。そう、1日朝一杯だけに今してて、そう、午後はこのノンカフェにしてます。この後生徒さんが来ますね。30分あります。なのでこの30分間は Vlog を進めるか。テケテテケ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 、そろそろ入れるべきです。本日のレッスンも終了しました。お疲れ様でした。で、まだ動画の編集が終わってないんですけど、
で掃除もやってないんですけど、気分転換ということでウォーキングに出てきました。で一応ね、あの買い物用のバッグも持ってきたんですけど、池袋のね無印行ってみようかな。ノンカフェインのコーヒーをね買いに行きます。まあ別にね、アマゾンで買えばいいんだけどさ。はい、運動です。多分これまっすぐ行ったらね、ジュンク堂あたりにつながるんじゃないかなと思ってるんですよね。この間行ったクロスしている踏切のところらへんかなと思うんだけど、これずっとあっち行ってるやつか。無印売ってました。では戻ります。戻って掃除です。はい、今日もヘパリゼいただきます。はい、戻ってきまして掃除します。まあ掃除機かけてトイレ掃除ぐらいにしておきます。もう6時になっちゃった。 Vlog まだ終わってないからね。掃除も終わり、Vlog の編集も終わりました。とりあえず終了です。で今日もねスーパーに行きます。豆腐とキムチを買いに行きます。最近ね豆腐とキムチがさ夜のなんかお供になってますからね。でまたね今日もね一番最後にね、片下で全部終わったらピアノ触って、ね、終わりたいと思います。それ結構良かったんだよね。今朝準備できてるからさ、あのナノコントロールのミキサーみたいなやつとかね。でそれ以外にもね戻ったらねロジックのサンプラーの設定とかちょっとその辺調べたいなと思ってて、ディーセントサンプラーってやつをね最近ずっと使ってるんですけど、そもそもロジックのサンプラーって使ったことがないんですよね。ちょいちょい使い始めてきてはいて、でちょっとよくわかんないね。その辺調べ物したいですね。あとねエイブルトンライブのこともね今ちょっと調べてんだけど、これね結構昔から言ってんのよ、エイブルトンライブ使いたいって言って。また今ね
エイグルトンの波が私に、来てますから、まあちょっと見てみます。はい、ついついロジック使っちゃうんだけどね。まあいいや、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。また明日。